お元気ですか、ペルシアンでございます。今日の夕飯はね、久しぶりにね、カレーが食べたくなったのでね、カレーを作ってね、出しました。でもね、ただのカレーじゃないんですよ。これね、焼肉のね、中にね、炒めたね、焼肉のね、あのスーパーで買ってきた焼肉をね、焼肉のね、のをね、あの中にね、入れてみました。だから結構ボリュームのあるね、カレーでございます。で、右側の方ですね、こちらはですね、チンゲン菜とさつまいもの塩スープでございます。ね、塩コショウをね、買うのを忘れたのでね、塩で代用してみました。ね、仕上げにですね、ちょっとね、日本酒も加えてみました。で、お酒はね、ブラックニッカのスプライト割りでね、今日は行きたいと思っております。はい。でですね、皆様にご報告がございます。またね、プロ野球カードね、購入いたしましたのでね、近日ね、出しますのでね、よろしくお願いいたします。で、またですね、サブチャンの方ではね、チャレンジ動画といたしまして、過去のね、あげた、ボックスの方じゃなくてね、パックの方ですね、パックの方の、10パックをね、あげておりますのでね、そちらもぜひね、お時間ありましたら、見に来てください。よろしくお願いいたします。はい。今日のね、夕飯動画は特に面白くありませんが、で、あとはですね、明日ですね。明日は14時前のミニライブでございます。ちょっとね、最近ですね。まあ私にもね、ちょっとね、不機嫌なことがね、ございましたけどね。現在はね、まあちょっとね、体調も良くなっておりますのでね。まあライブはできるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。今日の夕飯動画は以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは。